ちゃん。こんにちは、豊さん。はい。今週の月曜日に12球団合同のトライアウトが行われました。ねえ。はい。で今回は総勢57名、はい、参加ということで。まず注目は新庄選手。まあなんといってもね、はい、やっぱり新庄だと思うんだけど、はい、トライアウトが始まる前に、はい、まあ準備運動だとか、まあシートノックだとか、うん、姿を追ってたんだけど、うん、一人でさ、バットをこう一塁側のブルペン手前ぐらいで神宮のね、はい、振ってる姿を見た時になんかすごい真剣な表情が伺えて、なんか胸が熱くなったというかね、うん、なんかそれだけで感動したというか、うん、まあそんな思いだったのね、はい、まあ1打席目からしっかり見せてもらったんだけど、まずカープの平岡とね対戦をし、はい、まあセカンドゴロ、うん、セカンドゴロだけどさ、まあ年齢を考えると48というね、うん、いや本当にしっかり打ち返せんのかなっていうふうに思ってたら、うん、当たりはそんなに良くはなかったんだけど、はい、ちゃんと前に飛ばすというね、うん、ことができて、一塁をこう走る姿がさ、うん、若々しいよね。40あの年で48っていう年であそこまでやっぱ真剣に走れるっていうか、うん、まあ真剣には誰でも走れるんだけど、スピードを持ってやっぱ走れるんだなっていうのにまず感心したということ、はい、で2打席目は阪神の高野というねピッチャー、まあ新庄が立って、まあ、ビビったのかどうかわかんないけど、まあストライクが入らず、まあ、フォアボールになってしまってね。で3打席目が吉田日本ハム、うん、まあこれもセカンドゴロ、はい、やっぱこうしっかり当てることができてるっていうのがさ、うん、やっぱ素晴らしいなっていうのと、あとやっぱ打席に入った表情とか集中の仕方とか、うん、まあ現役自体と変わんないなって思う。そうですね、なあ、はい、おそらく実戦から15年ぐらい離れてると思うんだよね、はい、まあ、その中でいろんなボールに対応していくという姿がさ、はい、あ、まあ素晴らしかったなっていうのと、うん、で4打席目はチャンスだったんだよね、はい、1、2塁で、まあ、バッティングカウントが1エンド1から始めて、まあ、時間短縮のためにね、はい、でヤクルトのジュリアスっていうピッチャーからなんだけど、はい、まあ、チャンスの時にどうかなと思ったらやっぱり一味雰囲気が変わるんだよね。あ、雰囲気あんな、やっぱりチャンスの時に雰囲気出すんだなと思って、どんなバッティングを見せるんだろうって、でフォアボールフォアボールで新庄に回ってきたのね、はい、これどうするかなと思ったらやっぱりストライクを振りにかかったよね。だからここら辺がやっぱりこう若手の合同トライアウトって言いながら、まあベテランが入ってる、でベテランはやっぱフォアボールフォアボールの後のやっぱストライクを取りに行く球っていうのをさ、必ず振りに行くよね。で、あ、ここら辺大したもんだなと思ったら、次にチェンジアップかな、それを見事レフト前を打って、まあ、打点をつけたんだけど、これはなんか一つの夢、もうそれだけで夢がなんかこう完結してるというかね。だから各球団が取る取らないとか、まあ、そういう話もあるだろうけども、なんか俺はやればできるんだなっていうね、なんかこうみんな頑張れよみたいな、新庄がなんかメッセージをなんか全選手に与えてたようなね、そういう胸がすごく熱くなるシーンがあって、素晴らしい合同トライアウトになったのかなっていう風に。で新庄ももう変にさ笑わなかったしね、でも終わって帰っていく時にファンに手を振ったりだとかいろんなことをしてたけど、でもああいうのを見てるとやっぱスターだなと思うよね。そうですよね、うん、オーラがあった。そうですね、うん、なんかもうスイッチが入る瞬間を見たというか。そうだね、はい、だから素晴らしかったと思うね、はいはい、他にもたくさん、まあ、他にね、と思うんですけど、うん、注目の選手いらっしゃいますか、ね、まあ、注目っていうかさ、はい、まあ、こうずっと見ててね、はい、気になった選手、中日の伊藤純喜か、29歳、はい、まあ、三三振、うん、でフォークで三振を取ったんだけど、まあ、真っ直ぐな走りがさ前線の時と比べると、まあ、10キロぐらい遅いんだよね。だけどまあ怪我明けっていうことから考えると、はい、もう少しスピードが出てくるのかなって。そしたらなんかこうボールの角度もあるし、あ、伊藤純喜はまだまだ死んでないぞっていう風な、そんな思いで見てましたよ、はい、で楽天のフェルナンド、はい、まあ吉典から、佐藤義則からね、ホームラン打ったけど、はい、ライトにね、はい、148キロかな、うん、まあでも小力もあるし、うん、まだまだ体動くしね、
だからこの選手もなんか面白いなっていう、うん、で逆に佐藤義雄が打たれたんだけど、はい、やっぱ現役の時からなんかいい時から肘がものすごく下がっててさ、あこの投げ方をまた続けてると故障しちゃうんじゃないかなっていうようなちょっと心配な部分も見えて、でもまあ球速は148キロ最速がね、まあこの時期に出てるし、はい、まあ、面白いなと思ったんだけど、打たれた後のあの笑顔がねちょっと気になったね。みんななんかこう悲壮感を持って、はい、なんかこう人生の分岐点みたいなさ、はい、そんな感じでちょっとやってほしかったなと思うんだけど、はい、まあそういう表情になる子もいるよ ね、 そうですね、真剣になればなるほどね、はい、で続いては26歳、松田龍馬、はい、ソフトバンク、はい、まあ、阪神ソフトバンクって渡り歩いたんだけど、はい、やっぱこの選手は腕も振れるし、うん、テクニックがあるのと、あとこれから主流になっていくであろうこの縦の大きなカーブを持ってるんだよね、うん、これは今のバッティングスタイルにこのカーブは有効だっていうふうに言われてて、はい、このボールを持ってて26歳、はい、うん、だからどっかやっぱこうどっかではできるかなっていう期待感があった、うん、はい、で22歳、小沢、ソフトバンク、はい、まあ投手ね、はい、これ3三振なんだけど、うん、やっぱソフトバンクはいるわクビになんのって、あそんな力があるのにクビになったのっていうようななんか選手だったんだけど、うん、まあソフトバンクだから枠からはみ出しちゃったんじゃないかなっていうようなね、うん、そんな感じもしたし、面白いなと思ったのは23歳野沢、はい、ソフトバンク、はい、これがねサイドスローなのよ。でやっぱりこう、まあ、先発型ではないと思うんだけど、まあ、中継ぎとするといろんなバリエーションを持ってた方がいいと思うね、うん、各チーム、はい、左のサイドハンドはいるけど、はい、右ってなかなかいないじゃない、はい、だからそういう目先を変える意味ではまだ23歳だし伸びていく力があると思うね、うん、だからこの選手も面白いなと思った、うん、あとはね宮台、日本ハム、はい東大出身、そうですね、はい、この子も三振取ったんだけど、三三振ね、はいはい、あ意外とまとまってるし、うん、なんでクビになっちゃったのっていうような、うん、そんな感じがしたし、まあこの時が最高に良かったのかもわからないけど、はい、こういうピッチングができるんだったらもう全然さ、まだ夢を諦めることはないと思うよね、うん、でね、風張り、ヤクルト、はい、27歳、最速が149キロ、はい、いいと思うよ、うん、ボールに力があるし、だからまだまだヤクルトがよく手放したなって、うん、だって投手陣が非力だって言われてる中で、うん、パワーピッチャーをこう手放すっていうのはなんでだろうなと思ったりとかしたんだけど、うん、はい、でもまあ27歳、まだまだできると思うし、うん、まあどっか取るとこがあるんかなっていうふうに思うよね、うん、でね、ちょっと面白いのが富山、はい、BC リーグに参加してる山本っていう投手がいるんだよね、はい、山本正志、はい、まあ、これ26歳なんだけどさ、投げっぷりがめちゃくちゃ良かったね。でボールは低めに1球も来なくて高めばっかりなんだけど、はい、まあ、投げっぷりが良くて無呼吸も強そうで体も丈夫そうで、はい、なんとなく可能性を感じるというかさ、あこういう気持ちで野球ができる人は強いなっていう、そんな感じがしたんだよね。まあそういうところはすごくなんか面白いなっていう、この子がプロに入ってきたらどう変わるのかなっていう、まあそういう感じがして面白いなと思った、はい、であと3人挙げるけど、はい、黒羽、はい、まあ俺も一緒にやってんだけどさ、で日本ハムに行って、はい、ただまあ、33歳ということでキャッチャーとしたら、まあ、野手だともうベテランの域に入っていくんだけど、はい、まあ、キャッチャーとしたらまだ中堅だよね、うんうん、でいろんな経験もしてるし、はい、背もパもやってるし、この選手はレギュラーとしては難しいかもわからないけど、2番手3番手に置いとくんだったら、まあ、肩もいいしさ、うんうん、使えるんじゃないかなっていうのは気がしたね、うん、まだまだやめるには早いと思った、うん、あとはね吉川ジャイアンツ、はい、やっぱ守備がいいわ、はい、守備と足が使える、うん、だから一つの、まあ、レギュラーというよりもパーツとして置いとけると便利な選手かなっていうふうには思うよね、うん、最後は近藤、はい、ヤクルト、はい、37歳、はい、投げっぷりがいいんだわ
ね、はい、最後の近鉄の選手という、はい、ね、ことで、まあ、37歳になっても諦めずにね、でも体も丈夫そうだしさ、はい、腕も振れてるし投げっぷりもいいし、うん、まあこの時期でねそこそこのピッチングをしたし、うん、まあ、どっか拾ってあげてほしいなっていうね、うん、そんな感じがしたよ。だけど、まあ、トータル的に見るとさ、はい、やっぱソフトバンクのピッチャー陣がいい、トライアウトを見て見ていい、はい、これはやっぱ他の球団がほっとかないか、うん、他の球団が自分のところのプライドをかけて取らないかっていうことはしないと思うけどね、はい、うん、だけど総評って偉そうには言うわけではないけど、はい、なんかこう新庄で注目されてたけど、はい、でも新庄がすごくいい緊張感をねみんなに与え、で注目度も増し、はい、でまた真剣も増し、はい、すごくいい合同トライアウトに、はい、まあ、なったと思いますよ、はい、まあ、今挙げた選手だけじゃなくて他にもいっぱいいい選手、素質を持った選手がいたけど、はい、俺が見た目でね目についたのは今挙げたような選手たちがすごく、目に留まりました、はい、ね、吉報をお待ちしてます、ね、頑張ってくださいよ、はい。